はいどうも、パープンテー、Jリーグサッカーチャンネルですということで、今回ライバル慶応とセルカ長崎岡山ということで、まあ、今節、J2 の中でも注目カードの一つじゃないかという長崎岡山のゲームの、まあ、見どころですねを、見ていきます。まあ、今年の岡山はどんなクラブかというところもね、確認しながらですけども、まあ、前提として岡山はちょっと怪我人が多いようです。この間早川選手を浦レッズから、緊急補強した、ね、岡山にはなってくるんですけども、やっぱこう車道のところはね怪我人が多いっていう話をこの間、してもらったんでね、ああそうなんだっちゅう、やっぱ怪我人の情報まではなかなかね、捕まえないところありますんで、ほんとコメントに、助けられるというかね、感謝というところでございまして、じゃあそんな、岡山の、今シーズン等を見ていきます。よろしくお願いいたしますというところで、こちら長崎岡山というところで、ビファレン長崎現在勝ち点が29で2というのが長崎の今シーズンですね。で対する岡山勝ち点が23で5位というところで、まあ、一時期は、ね、無敗でずっと、ね、首位にいた岡山にはなってきますが、しかし直近の、ね、ちょっと結果がよろしくなくて、気づけば5位まで転落と、なかなかに厳しい、状況の岡山にはなってきます。で両者直近5試合ですけど、長崎直近5試合が3勝2分けですね。まあ岡山戦じゃなかった大分戦か、大分戦はね松澤選手が一発、ね、沈めることができればなというゲーム展開でございました。まあ現在2試合連続でドロー勝ちがないという長崎には、なってきます。ここから、鹿児島ジェフ千葉戦と、ついていきますけども、僕はジェフ千葉戦はちょっと現地観戦します。長崎の方まで、YouTube の視聴者さんと地元佐世保の友達とですけどもね、まあ、去年も2回ほど行かせてもらったんですけどもね、今年ねこのジェフ千葉戦の、観戦、ちょっと行かせてもらいますんでね、まあ、トラスタもと何回行けるかなっていうところですよね。もう新スタジアム完成が近づいてきておりますんで、まあこう本当酸いも甘いもいろんなね、涙をしてトラスタにはなってきますけども、その、トラスタ、ゲーム数少ないんでね、いやちょっと楽しみっちゃ楽しみですよね。で岡山貯金5試合がってことであまり変わってていなくて、熊本戦の勝利以外は、勝利がない、直近5試合が1勝2分けの1勝2分け2敗というとこですね。前回ね、まあ、連勝中ではあったんですけども、ただ順位的には下の徳島に、敗れるというとこで、徳島はね調子いいですね。で山形にも勝てるというところで、まあちょっと岡山の対戦相手がね、まあ首位に清水とかで、まあちょっとね蓋を開けてみらんとわからん山形とかで、今調子がなんか上がってきて徳島とかね、難しい相手のゲームがついておりました。こっから長崎甲府仙台っていうね、まあ自動昇格とかねプレーオフ圏内を争うであろうライバルとのね、ここから3連戦に岡山はなりますんで、この3試合をどう乗り切るかというところなんで、まずこの試合相当高いモチベーションで、入っていくんじゃないか。だから逆に長崎に勝てば岡山もねそのまま勢いに乗って上位に上がっていく可能性もあるというところですよね。そう1個は言い忘れてましたけどね、そう今回 J2 専門チャンネルですね、動画概要欄にある J2 専門チャンネルの方でも長崎岡山の、お話ですね、注目試合として、またちょっと違う形でやってますんで、よかったら動画概要欄にある J2 専門チャンネルもよろしくお願いいたしますというところですね。でこちらで長崎岡山の通算対戦成績ですけどもね、これ岡山がね勝ち越しているんですね。まあ引き分けの数が一番多いですけど、4勝9分け、まあ、長崎目線でと4勝、9分け7敗というとこで負け越している長崎というとこですね。で直近3試合のデータ的にはね、まあ、こんな感じで長崎は勝つことができていない。まあ数字は数字、相性は相性とかね、ただ相性ってなんか本当ありますもんね、なんでか分かんないですけどね、本当勝てないクラブはね何年も勝てないみたいなところありますけども、長崎ね、まあ別に苦手意識があるとかね、こうあんまり勝ってないみたいなイメージはなかったんですけど、ただ蓋を開けてみればね、実は直近3試合勝つことができていないっていう、この両者の対戦、長崎目線で言うとね勝つことができていないという現状というとこですね。でこちらこれが前回先発メンバーには、なってきます。長崎は2試合勝ちがないんで、どっか変えてくるかな、まあ、マテウス・ジェズス選手がね帰ってくることができれば、インサイドハーフでね使われるでしょうし、であとはファンマーが先発かどうかっていうところかな。最終ラインは怪我人の状況次第、新井選手とかねいますし、そこでね変更があるかどうか、まあ多分右のサイドバックと左右のサイドバックの変更はないでしょうし、あるとしたらインサイドハーフに誰が入るか、例えば山田陸選手がね入る可能性も
ありますしね、アンカーよりもやっぱインサイドハーフでの起用が山田選手なんか多いイメージがねありますけども、まあ山田陸選手がいたりとかね、あとはさっき言ったマテウスが帰ってくるかどうかみたいなところで、まあ一部変更はちょっと2試合変わってていないんでね、変更があるかもしれないという長崎ですね。で対する岡山はだから怪我人が多いという話を聞きましたんで、あんまりこう選択肢としては、ね、ないのかなっていうところ、まあ、長崎がそこをどんだけ情報として持ってるかにもよってきますけども、まあ、この試合誰が出れるかどうかとかね、含めてのところにはなりますけどもね、どうなるかと、まあ、本当メンバーの選択肢が、ね、少ない、まあ、使える選手というか、ね、起用できる選手が少ないってことは、まあ、長崎からしたら、ね、だいぶこう対策がしやすいんじゃないかというところですけども、ただワントップのところは、ね、ルカオなり誰が出てきてもやっぱこうね、フィジカル能力が高い選手が、センターフォワード入ってきますし、まあ、ウイングのところも、ね、強い選手も、ね、90分間走れる選手ですしね、まあ、そういうところでやっぱ岡山ね、そう前回だから徳島戦ブローダー戦がちょっとミスをしちゃったんですね。ボールファンブルしてしまって、ね、その後の、セカンドボールというかね、こぼれ球に反応されてしまって失点みたいなところが前回のゲーム徳島戦でブローダー戦ありましたんで、まあこの試合はね、より集中力、いつもよりも高い集中力でこの試合に入ってくるでしょう。で、まあこのメンバーで言うとやっぱ千葉選手は個人的に好きな選手にはなります。まあ広島からね、レンタルで来てる選手2年目ですよね、の選手で、まあシャドウもできるしボランチもできる、まあインサイドハーフもできるみたいな、まあ中盤であればどこでもできるタイプの選手です。まあ、あそこにパス通すんだって時もあれば、あそこでボール受けることができるんだみたいな、まあ、出してよし受けてよしみたいな選手なんで、ちょっと先発選手ねちょっと今後注目して見ていってほしいかなというのはあります。でやっぱそのシャドウ、まあ、木村田中ってところは本当にタイプが違ってね非常にいいです。まあこのシャドウのコンビの特徴がちょっと違うっていうのもね、長崎からしたら要警戒というか、まあ、対応を変えないといけないんでね、難しさもね、ルカオはもう J2 の中でもね本当このフィジカル能力の鬼ですからね、もうとにかくルカオに預けておけば何か大きいんじゃないか、まあ、競り勝つこともできるし、まあゴリゴリとドリブルでいくこともできますんで、まあ、ルカオはちょっとね、このヘディングも強いですしね、高さもあるというところなんで、まあ、この辺ね、ワントップ、ツーシャドウの連携、プラス、まあ、ウィングバックがどう絡んでくるかとか、ボランチが少しリスクを負って、ですけども、高い位置を取ることができるかどうかとか、そういうところでしょうかね。で、こちら。ってところで、両者数字の話ですね。まあ、長崎はこんな感じで、やっぱ得点ってところ、オフェンス面に非常に特徴があるというところですね。まあ、守備もでも安定はしています、今年ね。で、岡山数字はね、オフェンスの数字はまあ平均的ですね。だいたい10位とか11位とかなんで、まあ J2 の中でも平均的。例えば守備面はね、硬い。やっぱ長崎もそうですけども、岡山もね、ディフェンスのとこは硬くて、両チームとも1試合平均失点数はまあ 0.8 と 0.7 なんで、失点数だけで言うと岡山の方が長崎よりも少ないという数字で、成功率、非成功率はそんな変わんないんで、まあ、守備のところに関しては両者、硬いものがある。まあだからロースコアになる可能性がね、高いんじゃないかと。いうところでしょう。ただ長崎からしてやっぱホームゲームなんで、なんとか勝ち点さんが、ね、欲しいゲームにはなりますし、まあ、岡山現状あまりこう調子が、ね、よろしくないんで、どっかで、ね、まあ、引き分けでもいいかなみたいな、こう長いシーズン見た時に、まあ、この試合は引き分けでもいいかなみたいなところは、もしかしたら岡山は試合終盤出てくるから、もちろんね、選手は最後まで勝ちにこだわっていくんでしょうけども、まあ、現実的に考えてゲーム内容とか、まあ、いろんなところ考えて、まあ、どっかで引き分け OK みたいなところもあるかな。ただ調子が悪いんで、どうしても勝ち点3っていうところに、執着するでしょうね。本当は勝ち点1でもいいみたいな、チーム状況がいいんでしょうけども、ただやっぱりそうも言ってられなくて、ちょっとリスクを負ってね、後半点取りに行くとかで、もしくはこうベンチとしてはね、ベンチとしては引き分けてもいいっていう雰囲気なんだけども、ただ選手はちょっとこう前がかりになって、ちょっとこうベンチとね、選手の考え方が違う、ピッチ上の選手とこうね、意思疎通がうまくいかなくて、ちょっと失点みたいなこともサッカーって応援してありますんでね、試合終盤ところでなんか動きがあるかもしれんという、ちょっと勝手な予想にはなってきますね。で、こちら。これが得点パターン、失点パターンにはなってきます。まあ、得点パターンで言うと岡山分かりやすいですね。セットプレーから6点取ってまして、これが最多というところで、まあ、やっぱセットプレー、センターバック柳選手もね、高さ空中戦の強さがありますんで、セットプレーって言えば柳選手ヘディングとかね、謎の得点力やっぱ持ってますんでね、まあ、やっぱり警戒というところでしょう。で、失点パターンもね、岡山もセットプレーから
6失点、まあ、逆に言うとセットプレー以外からの失点がめちゃくちゃ少ないんで、まあ、岡山はだからセットプレーをまずね、変なファールは岡山はしたくないと。で長崎からしたらできるだけゴールに近いところで、まあ、ファールをもらうなり、ね、コーナーキックを得ることができるかどうか、まあ、やっぱ地上戦ゲームの流れからはやっぱ岡山はなかなか失点はしていないん で長崎も高さある選手がいますので、まあ、セットプレーというところは一つ、ね、注目点というところでしょうかね。でこちらこれが90分間換算の平均スタッツです。まあ見てわかる通り、大体岡山これ平均的なスタッツですよね。まあこの他のスタッツという項目自体が大体オフェンス面の数字が出ていますんで、まあこのオフェンスよりも、ね、岡山ディフェンス面が優秀なクラブなんで、まあディフェンスの項目が少ないかちょっと悪くは見えますけれども、ただここにないデータとかはやっぱ岡山もね優秀なものを持ってというとこですね。でこちら。ってところで今回注目の選手にはなってきます長崎。いや前回決定機が何本かあった松田選手ですよね。はこの試合決め切ることができるかどうか、まあスーパーサブで終わるなというところです。本当ね J2 とか J リーグ界隈いろんな方々が注目して松田海斗にはなってきますんで、本当ねドリブルがね日本なんか三笘選手みたいな、なんかドリブルというかこう歩幅が広くてみたいな、ボールのこうちょこんと出してねガッと走っていくみたいなねのうまいですしね、やっぱこう細かいステップでドリブルするっていうよりもやっぱりこう自分のフィジカル能力とか、まあ、スピードですよね、初速とかで相手を、ね、上回ってますんで、本当アスリート的な、ね、選手、あとはだからその、ね、サッカー的なところ質を、得点という意味で上げることができるかどうか、まあ、まあ警戒されているんでね、なかなか、難しいかもしれません。まあ、先発なりスーパーサブ内でおそらく入っていくと思いますんで、ちょっと、ね、注目感度、本当前回悔しい思いしてるだけいいですよね。で柳選手ですね。まあ柳選手もね今年は絶対的なレギュラーではないんですけども、まあ、すでに今シーズンもゴールを上げてますし、まあセンターバックなんだけどね、センターバックなんだけどシュートの本数8本打ってるみたいな、まあセットプレーの時にやっぱいいとこいますもんね。自分でヘディングで合わせることもできるし、まあ、こぼれ球拾ってねシュートで終えるみたいなところもあるんで、まあさっき言えばセットプレーの時はこの柳選手を、長崎はどう抑えるか、誰がマークをつくかというとこでしょうかね。はい、てところで以上です。以上、プランテージルサッカーチャンネルでございました。よかったです。さよなら。喜ぶよ。